はい、こんばんは、ベースボールカフェキャン中世でございます。本日はですね、後半戦に向けたセリーグ展望の話をしていきたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。本日はゲストお二人お迎えしておりますので、まずは、振っていきますので自己紹介の方よろしくお願いします。まずはラロッカさんです。あ、どうもこんばんは、ラロッカです。はい、はい、よろしくはね、はい、よろしくお願いします。一応ラロッカと名乗ってるようにカープファンでございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、続きましてフミヤさんでございます。あ、フミヤです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ジャイアンツファンのザボとですね、カープファンのラロッカさんとベイスターズファンのフミヤさんと3人でですね、交流戦終わりのセリーグ後半戦の展望を喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回、収録して配信しましたですね、妄想企画俺の3年後の阪神タイガースの後半でもちょっと話しましたけども、この企画はですね、リスナーでらっしゃるゾンさんのリクエストで、ございまして、なるべくこうリクエストとかね、お願いとかされたら叶えたいと思うタイプですので、それを実現させてみようというふうに思っております。で今日はカープファン、ベイスターズファン、巨人ファンの3人が集まっておりますが、うん、前回の配信でね、阪神ファン3人集まってもらったので、うん、阪神の後半戦の展望を話してもらったんですよ。はいはい。うん、これ聞かれましたかね。うん、あ、まだ僕は聞いてないですが。聞いてないですか。はい、で、それをね、まとめたものをメモして持って帰ってきてるんですけど。おお、ありがたいです。はい。ちょっとね、話したいんですが、離れたところに置いてるので、ちょっと、ちょっと待って、少しだけ待ってください。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。はいはい。よいしょ。DNA、調子いいですね。そうですね、ね、交流戦珍しく交流戦良かったです ね、はい、いやもう唯一ですよ、だから今がっくりしてるのこの3人の中であ、そうですね、巨人もそうですね、良かったです、ね、そうなんです、巨人ね、まさかここまで勝つなんてと思いながら、そうですね、ごめんなさい、うん、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、そうですね、交流戦の振り返りを振っていきますか。あ、いやいや、別にあれでいいです、うん、阪神からでも、はい、うん、ごめんなさい、せっかくなんで、あ、そうですか、じゃあ、そうしますか、はい、はい、はい、あ、そうですよね、そう、そういう、今日ね、なんかね、バタバタでね、普段は、こういう進行でやるぞっていうのをメモして臨んでるんですけど、それが作れなくてですね、そう、その交流戦の振り返りもしたいなと思ってたんです。なるほど。うん、じゃあ、ラロッカさんからですね。いや、振り返、そっか、うん、まあ、まあ、振り返る5勝12敗なのかな、5勝12敗1分けとマイナス7と、はい、いうことで、だから一応始まる前までは貯金13だったのが、はいはい、6まで減っちゃって、うん、まあ、でザボさんの引きのジャイアンツでも抜かれてしまうと、はい、で意外とね、僕が怖いと思ってる DeNA に肉薄されてきたなっていうのもあって、あ、まあちょっと結構ね、まあやってられんなという感じ、やってられんなあるんですけど、まあでもね、1試合1試合見ると、うん、本当にまあね、たらればになっちゃうけど、はい、本当にロッテのライトにホームランボールを取られてなければとか、はあ、まあ相澤のショートゴロがもうちょっと1メートル右にずれてればとかね本当に紙一重で負けているので、うん、そういう意味で言うと5月の20勝っていうのは、うん、紙一重で勝ってきたもんですから、あ、逆にね、だからまあ、はい、同じことの繰り返しをしてて、まあちょっとマイナスの波が来ちゃったなっていう感じですかね。うん、なるほどね、そうなんです、うん、少しのね、ズレとかタイミングで、そうですね、で、ね、あとはまあ不調が、うん、みんなね不調になるんですよ、一気に。あ、まとめて好調になってまとめて不調になるといいですか。そうなんですあ、もうね、まあ、こんな感じですね、今年は。なるほど、はい、うん、
はい。じゃあ、フミヤさん、ベイスターズ行ってみましょうか。そうですね。うちは、まあ、珍しく勝ち越したっていうのがすごい良かったんですけど。10勝7敗。7敗、そうですね。ね、はい、はい、はい。ただ、勝った割には、順位がもっと詰まってもよかったなっていう思いはあるんですね。はい、はい、はい。はい。まあ、広島は、まあ、今おっしゃってたように落ちてきてくれたんで、詰まったんですけど、うん、なんかもう一つ上に単行部があるみたいな感じで、ちょっとがっかりな感じですね。ここまで頑張ったのに、あれ、セ・リーグ1位じゃないんだみたいな感じで。まあ、そうですね。はいはいはい。ということで、セ・リーグ1のジャイアンツの話をしてる。ありますかね。はい。ね、はい。まあ、交流戦、パリーグ6球団とやるわけで、6カードあるわけですけども、ソフトバンクとやるまでは2勝1敗のペースで行ってたんですね。で、ソフトバンクには、1勝 2敗で、負け越してしまって、そのゲームもし取れてたら交流戦優勝もできたんですけども、結局、蓋を開けてみれば、うん、オリックスが上に行っちゃったか。本当だ。うん。本当だ。ですね。3位フィニッシュということですよね。返す返すの押し村区はですね、西武の初戦だったです。ここね、今井達也が先発予定だったんですけども、はあはあ、あの、発熱でね、はい、急遽先発回避しましてね、うん、佐野っていうピッチャーと、それから、マーチンっていうピッチャーとが、4イニング、3イニング投げたのかな。うん、ここでね、完封負けを食らったんですよね。せっかくだったら、調子がいいのであれば、まあ、大型連勝とまでいかなくても5連勝ぐらいしてたら、よかったのにな。で、うん、このブルペンデーを崩せなかったジャイアンツのね、なんつうんだろうな、爪の弱さというか、ここでちょっと乗っていけたらな、なんていうのを、今現在悔やんでるところです。ということです。はい。ということで、簡単な交流戦の振り返りをやってみたわけですけども、さっきの話の続きで、阪神ファン3人の後半のセリーグ展望をちょっと語ってもらったわけです。前回はワイナオさんか TMT さん。これお二人ともタイガースキャストのパーソナリティです。あともう一人 T さんっていうですね、ラジオトークというアプリで、ね、ネットラジオという番組をされている一人喋りの方なんですね。これ3人とも、タイガースファンなんですけども、彼らがちょっと話したものをまとめたメモがあるんでしょ、これ読んでみたいと思うんですけども、ワイナオさん曰く後半戦は代打の使い方ポイントだと、岡田監督ファンのワイナオさんはですね、岡田監督が言われてました、ラギよりヒーヤっていう名台詞があるんですか。お二人ご存知。聞いたことない。知らないです。知らないですか。うん。まあ、ライダー。ラギもヒーもわかんない。ラギもヒーもわかんない。カツラギっていうバッターと、ヒヤマっていうバッターが、かつて阪神にして。はい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 。うん。カツラギ、ヒヤマともに、その、多分このコメントが出た時には、代打でベンチにいたと思うんですけども、要は、出し惜しみせず、いい、調子のいいバッターから順番に代打を使っていくべきだっていう。ヒヤマの方が確か代打の神様とか呼ばれてたんだよね。そうですね。代打の神様。何代目だろう。何代目だろう。まゆみとか、ヤギとか、神様はいっぱいいましたけどね。ヒヤマが。最近では、あれか、カノーっていう、この間、去年かな、引退した人が、最後の代打の神様かな。まあ、その一個前だと思うんですけどね、檜山選手の話してもらってますね。あとね、投手陣は調子がいいんだよって話もしてらっしゃいました。続いて、TMT さん曰くですね、今現在上位にいる巨人、広島にも問題点があるよと。決して盤石ではないかと。で、今後は、投手系とのタイミングが、改善されれば勝機があるかなっていう話をしてましたね。うん。で、最後に、T 君、ネットラジオという番組やってる T 君、
ですね、彼はシーズン開幕前は順位予想が4位だったそうなんですね。うん、で想像以上に健闘してると、後半戦もワンチャンあるぞっていう話してましたね。うん、あと、阪神は秋が苦手な印象があると T 君が言ってましてね、うん、秋をうまくクリアすればいいかなっていう話をしてましたね。あとは近本と丸手に期待したいと。最後に鳥谷の活躍が鳥谷の契約最終日なんですって今年がね、うん、そうなんですか。はい、でその鳥谷選手の活躍が気になるよって話を、うん、してらっしゃいましたよということなんです。はい、ということで、どうでしょう、後半戦のセリーグ展望の話をじゃあしていきますかね。うん、うん、はい、じゃあ、はい、うん、その前にちょっといいですかね、今日ね、はい、実は DeNA ファンの方と、はい、でザボさんが巨人ファンで僕が広島ファンってことで、はい、これを僕にとってはものすごく奇遇な回で、ほうほう、僕はカープキャストっていうポッドキャストに出させてもらってるんですけど、はい、そこの開幕の直前回に、うん、オープン戦の結果から、うん、今年の準優勝をするっていうのをちょっとやったことがあるんですよ。はい、でその時の上位、要するに A クラスに入るだろうと予想した3チームなんです。ああ。この3チーム。うん。僕にとっては。そうなんです。はいはいはい、はい。で、しかも1位はなんと DeNA。はははありがとうございます。で、2位が巨人で3位が広島っていうふうに予想したんですけど。ああ、そうですか、うん。で、それがなんでかっていうと、うん、いいですかね、この話しちゃってね。いいですよ、お願いします。はい、オープン戦の過去10年を見ると、はい、オープン戦でまずセリーグの3位に入ったチームっていうのが、はい、過去10年4回優勝してるんですね。でそれが今年 DeNA なんです。だから過去10年から見るともう今年は 40% の確率でまず DeNA が優勝。あら、そうですか、うん、はいはいはい、そうなんです。で、うん、巨人はオープン戦で10勝以上した唯一のチームなんですね、はい、今年。そうでしたっけ。そうなんです。他のチームはね、10勝してないんですけど、その10勝以上したチームっていうのが、うん、過去10年、A クラスに入る確率がまず 76% なんですよ。76、はい。うん。で、76で優勝する確率は 28%、まあ、約 30% なんですね。なるほど、うん、はい、はい。で、だからまあ、DeNA も 40% の確率で優勝して、巨人は 30% の確率で優勝して、で広島は1位オープン戦、なぜか、1位だったんですけど、はあはあ、なんか勝率の関係で、はいはいはい、オープン戦で、で1位、セリーグで1位になるチームっていうのは、過去10年で2回しか優勝してないんです。だから 20%、と考えると、で、はい、他のチームはもっと確率が低いんで、はいはいはい、そうなるともう DeNA がもうダントツに優勝の可能性が今年は高いってなるんですよ。あら、そうですか。そう。で、言ってたのにちょっと、で前半戦ちょっと出だしつまずいたりじゃないですか、DeNA。うん、うん。ね。ところがやっぱりここ、交流戦で上がってきたなと、僕はちょっと不安ではあるけど、しめしめとも思ってるというのが今の僕の状況なんですね。一応予想が当たるかもしれないみたいな。なるほど、なるほど。うん。だから、本当僕は DeNA がちょっと台風の目だと後半戦を持っているということなんです。はい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 。うん、はい、対するフミヤさんはどう思われますか。そう、それはですか、うちが勝てるかって話ですか。今ラロッカさんが、うん、オープン戦の話を聞いてさ、うん、まあオープン戦はオープン戦なんだよね。まあいいデータを並べていただいてすごい嬉しいですけど、うん、うん、まあどうかなって感じですよね。あ、まあ、基本的に、まあ、優勝したことがないチームなんで、まあ、過去2回しかないんで、うん、どうすれば勝てるとか、うん、そういうのはあんまり意識してないですね。目の前の一戦一戦が。そう、そうですね。はい。なるほど、なるほど。まあ、でも、あれですよ、2016年のカープも本当にそうでしたから、別にどうやって勝つかもわかんないし、とにかく目の前の一戦を取りに行ったら、
優勝してたって感じなんでね。うん。本当にわかんないですよね。うん。なるほど、なるほど。はい。じゃあですね、じゃあ、ラダコさんからですね。はい、はい。広島の後半戦の展望の話を雄弁に語っていただければと思います。あ、そうです。すいませんね。いっぱいペラッと喋っちゃって。いやいやいや。ということで、僕はだから、当初から3位ぐらいだなと。はいはい。その始まる前にね。それはもうカープキャストでよくおっしゃってられました。あ、聞いてもらってありがとうございます。ね。うん。今年はちょっと優勝は無理というか。無理というか、狙う必要もないぐらいな感じ、ね。っていう話でしたよね。うん、そうね。うん。はいはいはい。で、というのは、最近カープキャストで、平成のカープを振り返るっていう企画をちょっとやってるんですけど。ああ、よく聞いてますよ。うん、で、平成で言う、優勝したチームって、まあ、いっぱいあるんですけど、大体、連覇したのが、2連覇が、中日とヤクルト、うん。で、3連覇したのは広島と巨人と、いう感じなんですけど、うん、まあ、中日はね、あんまり、連覇した後も落ちないんだけど、ヤクルト、巨人は、連覇した後に、連覇、はい、2連覇、3連覇した後に、必ず1回4位とか5位に落としてるんですよ。はい。うん。で、僕、で、特にヤクルトは、連覇して、落としてまた優勝するみたいな。はい。うん。感じでやってるんで、僕はだから1回やっぱり、連覇、3連覇を経験して思ったのは、うん、結構ね、消費するんですよね。いろいろな戦力を。はいはいはい。特に、はい、今年で言うと、中崎がものすごい顕著だと思うんですけど、なので、今年はだから僕としては、はい、落としていいと。うん。で、何をやってほしいかっていうと、その、落とす間に。うん。まあ、結局、まあ、丸選手がですね。はい。ザボさんのところに。はいはい。行ってしまわれたんですね、ドナドナのように。おいでいただきました。はい。拳を乗せていってしまったので、まあ、とにかく安定、まずは今年、はい、新しいクリーンアップを作るべきだと。なるほどね。うん。分かって、しかも若い方がよりいいぞという感じで、はい、それをね。現在は、4番が鈴木ですよね。4番鈴木は確定してるんですけど、うん。ふみやさん繋がってます？はいはいはい。あれ？え？どうしました？もしもーし。あれあれ。うん。スカイプの録音が切れてしまったみたいなので、まあ、多分上手につなげることはできるんじゃないかと思うんですけども。はい。どこまで喋ってもらってました？どこまで喋ったかな？今だから、あ、そう、安定したクリーンアップをまず作ってほしいと。ああ、クリーンアップ、そうでした、そうでした。うん、はいはいはい。で、はい、まあ、一応、僕としては、5月に3番バティスタ、4番鈴木誠也、うん、5番西川っていうので、とりあえずできたかなと、思っていて、うん、はい。で、それで僕は、で、しかも、田中康介がちょっと、絶不調だったもんですから、うん、そこに1番に野間を入れたんですね。で、だから、野間、菊池、バティスタ、鈴木誠也、西川っていう、うん、とりあえず打順が組めたんで、うん。まあ、調子悪かろうが何かろうが、僕は、とりあえず今年はこれを突き詰めてほしいなとは思ってたんですね。なるほど、なるほど。で、それが5月でしかも花開いたもんですから、思ってたら、こういう戦でちょっとつまずいて、うん。なんか、知能人がその辺もバラしちゃったもんですから、ああ、うん。感染、僕が持ってるのは、まず戻してほしいと。なるほど、うん。っていうのと、多分、今年はだから、波が激しいんで、これからもね。はいはいはい。で多分3位か4位ぐらいだろうと僕は思ってるんで、ああ。菊池康介が、あ、ごめんなさい、菊池涼介が、はい。来年、海外に行きたいと。いや、もう公言してますね。もう公言してるんで、うん、まあ、はい、いなくなるというのは、去年の丸はまだいなくなるかどうか、シーズン中は分かんなかったんですけど、そうですね。うん、今年はもう、8割、9割方いなくなるということが分かってるんで、もう開幕前から言ってましたもんね。ですです。うん、なの、もうね、残り30試合ぐらいになったら、はい。そこでもし優勝争いしてなかったら、はい。ピッチを外して、はいはい。そこから、2軍の若い小園だとか、ええ、林とかですね、いろいろいるんです、はいはい。その辺を
抜擢して、うん、で来年に備えてほしいと、うんうんうん、いうのが、ね、まあ、展望というのか、まあ、日和というのかわからないですけど、と思って、いやいや、うん、です。で、もし優勝争いしてたら、もう菊池を使い倒せと。なるほど、なるほど。はいはいはい。ね、ただ、僕はだから、うん、もっと待っ、その、で、実は交流戦の後半に小園出しちゃったんですよ。はい。小園出しちゃったというか、一軍に抜擢しちゃったんですけど、ちょまだね、カープキャストでもそんな話題が出てましたね。あ、ですね。はい。まだね、二軍でもそんな調子上がってないし、うん。もうちょっと、あと1、2ヶ月二軍で、僕としては、あの、なんだろう、調整、なんだ、育成してもらって、うん、最後の1ヶ月で上げてもらうと、うんうんうん、感じかなということで、まあ、基本的にだから僕は DeNA と巨人と争う気はない。という感じですかね。なるほどね。うん、あ、そうか、3連覇した、あ、翌年の今年ですよね。次の黄金期に向けての、なんていうんでしょうね、畑を耕す時期かなというような印象だったな。投手陣はどうですか？投手陣はですね、うん、まあ一応先発はオーセラとジョンソンは、まあ、ずっと回ってくれるだろうなと。はいはいはい。で、もうここもほぼ、ここはね、本当半分育成みたいな感じで、まず、アドゥア誠が、はい、先発になったり、あと、今年から、トコだって左ピッチャー。はいはい。ね、まあ、一応ローテ守ってたりして。で、もう一、で、もう一人は、野村祐介なんですけど、はい。これが不調でしてね。ああ、そうですか。しかしたらもう、野村に代わって、今、山口翔っていうのと、はい。遠藤っていうのがもしかしたら先発するかもしれないっていう、あの、何年目だったか、うん、新人に近い二人なんですけどね。山口が2017年ドラフト2位ですって。2位ですよね。で、遠藤が17年ドラフト5位ですって。あ、だから2年目か。うん、ですね。うん、ですね、うん。はいはい。でもね、あと一人足らねえなと思ってたら、うん。プリちゃんがですね。はい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 。あの、おとといですね。はい。初完封してくれまして。完封ですか。うん。で、大瀬良が、2013年のドラフト1位で、はい。クリア2位なんでね、もう、そうでした。うん。です。この、1、2コンビプラス、ベテランジョンソンプラス若手でなんとか先発は回してほなと、うん。なるほど。ただね、一番の不安は、うん。勝ちパターンでしてね。はい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 。まあ、あの、一岡、中村恭平、レグナルド、フランスはっていうのが、一応、パターンでいるんですけどね。はい。その、5月もいい試合、5月はいい試合で勝ってて、はい。交流戦はいい試合で負けてたんで、はい。使い続けちゃったんですよ。なるほど、なるほど。だから、この辺もちょっと、だからね、多分ね、本当に勝てなくなると思います、僕は。まあ、うん。で、その分だから、ですね、島内っていう新人がいるんですけど、はい。辺が中継ぎで収まったり、あとはまあ、今村の復調ですね。あ、そうか、誰か、見てないなと思ったら、今村選手がそうか、最近見てない気がしましたね。そうですね。はいはいはい。はまだ見ぬヘルウェグって外人もいましてね。ヘグウェグ、うん。ね、うん。うん、まあ、だから、レグナーとかフランスがダメになった時に入れ替えて、結果出してくれれば、多少持ち直すかなっていう、うん。なるほど、なるほど。まあ、ちょっと、僕はだから、勝ちパターンが一番不透明なんだと僕は今思っております、カープにとって。うん。中崎の代わりなんていうのが、もう決まってるんですか？一応だから、フランソワがやってるんですよね。なるほどね。はあ、はあはあ、はい、今このお話に出てきた島内、山口、アドゥア、遠藤と共にね、フレッシュオールスターに出場が決まってて。うん、今ちょっとフレッシュオールスターのページを開いてたから、ああ、なるほどと思って。なるほどね。そっかそっか。わかりました。
いいですか、じゃあベイスターズの話に移って大丈夫ですか。お願いします。はい、いいですか。はい、じゃあフミヤさん、ベイスターズいいですか。そうですね、うちはやっぱりもう、うん、中畑で芽が出たものをどうやって花を咲かせるかっていうのが、ラミレスのこう、なんていうんですかね、仕事というか、はい、そういうものなので、そろそろどうにかしないといけないんですけど、うん、ラミレス何年目なんですか。まあ、もう4年目ですね。あ、そんなになりますか。はい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 、はい、なのでもう結果を出さないと、うん、もう次どうしようかっていうシーズンなんですね、うん、はい。なのでまあ勝ちに行かなきゃいけないですけど、うん、まあ、いかんせ打つしか勝つ方法がないと。はい、で交流戦に限って言うと、これ DH がやっぱりあったので、はい、パ・リーグに負けないような打ち勝つ野球ができたんですけど、なるほどね、セ・リーグに戻った時に、うん、この外をどこに置くかとか、うん、で多分セ・リーグの相手の方がこうねちっこいことしてくるので、うん、多分そこを狙われるだろうなと。またその時にどうやってカバーするかっていうのが多分あれですね、今後の戦い方としては注目というか、うんうんうん、気になるところかなと思いますね。なるほどね。あ、うん、交流戦では、佐藤選手はずっと DH だったんですか。あの、いや、あ、パリーグホームそ ん, そんなことはですね、まあ、筒香だったりとか、うん、こう適度にこう守備が下手くそなやつらを、うん、DH に回して、うん、こうやまあ、一人こう外野手、ちゃんとした外野手入れられたんで、うん、神里選手ですか。いや、あと、まあ、楠本だったり、音坂だったり。ああ、なるほど、なるほど。はい、うん、まあ、特に音坂なんか終盤良かったりしたんで。なるほど、なるほど、うん。で、その人たちはまた使えなくなっちゃうんでね、これはまた困ったな、という感じなんですね。で、そこをどういうふうにしていくのかな、っていう感じですね。交流戦に突入する直前ぐらいまで、宮崎選手はちょっと不審だった印象もあったんですけども、それはもう解消されてっていう印象でしょうか。あ、もう宮崎はもうすっかり元気ですね。すっかり元気ですか。すっかり元気です。はい。なるほど、なるほど。まあ、代わりに筒香が全く元気ないですけど。あら、そうですか。もう外の多分投げときはもう今安心ですよ、ね。すごい感じ。ああ、そうですか。はい。筒香さんも、去年ぐらいからかな。なんか、メジャーを近づかせるようなことを言ってるような印象もあったんですけども。だそういう意味でも、もう、うん、今年勝負かけないと、うん、また戦力落ちちゃうんで、はい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 、困っちゃうんですよね。投手陣はどうですか。相変わらず、今永さんが調子が良くてっていう印象でしょうかね。そうですね。まあ、今永はもう神様のような状態で、今は。神様、おー。はい、金曜日にずっと投げて勝ち続けてくれっていう感じですね。なるほどね。あと、はい。今いいのは、やっぱ上茶谷が一番、その次にいいかなって感じですね。ルーキーですよね。ルーキーですね、はいはい。はい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 。うん、あとは、まあ、まああとは、そんなにかなって感じですね。まあ、あと、うん、まあ、いろいろと使ってはいるけど、うん、抑えの安田に つなげる方程式みたいなやつが、なんか ありましたっけ。あ、今、エスコバー、パットン、安田。エスコバー、パットン。はい。うん、まあ、ここに関しては、まあ、今は心配ないですかね。盤石ですか。そうですね。まあ、多分、国セリーグの中で比べたら、うん。うん、一番いいかなと。阪神、まあ、阪神もいいですけど、うん。うん、比べるぐらいいいかなと思いますね。なるほどね。うん、うん。はいはい。エスコバーで思い出させたんですけども、先日昨日か、駆け込みトレードで、ジャイアンツは日本ハムと交換トレードが行われました。うん、エスコバーも日本ハムからシーズンの中でベイスターズに来たんでしたっけ。よね、確かに。そうそうそうですね。それは去年でしたっけ。いや、おととしでしたっけ。かな。はい、多分、はい。ということでね、シーズン途中に日本ハムから来てくれるリリーバーっていうのはちょっと期待しちゃうんですよね。中日の谷本も確かシーズン途中の日本ハムからの加入だったですよね。はいはいはい。あ、じゃあそんなリリーフの話もしたので、
どうでしょう、言い漏らしがなければジャイアンツの話しちゃいますが、皆さんいかがですか。大丈夫ですよ、どうぞ。はい、大丈夫ですかね。はいはい、はいはいはい、ということでですね、今回駆け込みトレードということで、ジャイアンツからは吉川光雄と宇佐美慎吾を日本ハムに出しました。吉川光雄は久しぶりの日本ハムの復帰という形になりますね。シーズン開始前、オープン戦の頃からですね、吉川光雄をクックと吉川のダブルクローザーの構想があったぐらい信用を得てたんですけどね、蓋を開けてみたらボロボロでしてね。多分原監督の激励に触れたのかななんていうような印象もあったりもします。はい、でジャイアンツから日本ハムに移る宇佐美慎吾なんですけども、カープキャストさんからですね、開幕直前ぐらいに開幕戦ジャイアンツということで、はいはいはい、アンケートね、僕書いたんですよ。で、なんだっけな、推しの選手は誰ですかみたいなクエスチョンがあったので、あったような気がして、で、僕はね、宇佐美慎吾を推してたんです。うん。そうだ、はい、はい。はい。2017年にはね、60数打席しかなかったですけど、3割5分ってホームラン4本打ったんですけども、この印象が僕にはとても強く、今でも残っていましてですね、後には左の落合博満になると、僕は確信して応援をしてたんです。っていう話をハマースキーちゃんですとかストーンさんとかにすると鼻で笑われました、ね、キャッチャーですよね。キャッチャーなんですよ。キャッチャーなんですが、うん、キャッチャーとしては全然大したことないと思います、まあ、あ、そう。ただね、打撃はね、とても柔らかくていい、じゃチャンスでも打てるいいバッターに僕は見えてたんです。うん。で、いつかね、宇佐美慎吾特集をしようと思って少し資料を漁ってたこともあるんですけどね。これね、大学の時に、大学の侍ジャパンに呼ばれましてね、まあ、キャンプ化するわけですよ。うん、で、ノックの際にですね、顔面にボールを4箇所ぶつけたのかな。うん。でね、外傷性緑内障になってしまいましてね。はあ、うん。ちょっとね、おそらく目があんましよく、うん、当然手術して治ってればいるはずなんですけども、うん、怪我する前に比べたら多分見にくくなってんじゃないのかななんていうふうに予想しちゃうんですよね。だから、うん、結構キャッチャーでも受けててもポロ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 するタイプだったので、早くファーストか外野ぐらいにしてあげたらいいのになとずっと思ってたんですけどね、うん、結局日本ハムにすることになりました。で、日本ハムが招待する選手ですね。藤岡弘隆選手。これは、ロッテでドラフト1位に入った選手でして、かつてスガーノやノムケンと揃って、大学ビッグ3って言われた選手です。東洋大ですよね、確かね。東洋大ですね。そうですね。うん。で、3球団の競合の末、ロッテに入ったと思うんですけども、まだ当時、ホークスの監督になる前の工藤公康がですね、テレ朝系のスポーツキャスターしてましてね。うん。うん。なんちゃんのやってる番組、なんつって言いましたっけ、ゲットスポーツですか。あ、ゲットスポーツの企画で、藤岡選手にインタビューするところを僕はとてもよく覚えてまして。太もも周りだったか、ふくらはぎだったかが、びっくりするぐらいでっかい選手だったんです。で、大学当時も150オーバーの球をバンバン投げてた選手なんですけども、うん。うん。なかなかこう、やっぱメンタルかなーっていう人も結構多くいらっしゃって。うん。ロッテ、日ハムと経て、まだ、芽が出てない状況だと思うんですけども、まあ、ジャイアンツという環境がいいのか悪いのかどうかわからないですけども、さて、どうなるかというところでしょうか。杉内さんが2軍コーチでいます。ジャイアンツのエレベーター選手、1軍行ったり2軍行ったりする選手は、杉内のピッチングフォームによく似せて
1軍に戻ってきたりするので、杉内がいいアドバイスしてくれると化けるかなっていうような期待もするんですが、さてこれはどうなるかというところですよね。左ピッチャー同士っていうこともあって、いいアドバイスをしてくれたらいいかなっていうふうに思ってます。あと、鍵谷陽平選手という右ピッチャーが入ります。うんうん、速球派の右腕、本格派右腕だと、うん、いうことですよね。うん。一時数年前、3、4年前ぐらいかな。ダメゾウさんがすっごい褒めてたのを覚えてるんですよ。鍵谷選手のこと。なんか、うん、抑え候補でもあったらしいですよ。かつてね、うん。そうですよね。本当にいい人取ったなと僕は、うん。あ、そうですか。うん。後半戦の鍵谷みたいなね。ああ、なるほどね。ダジャレでね。すいません。うん、僕は、ポッドキャスト以外でも、インターネットラジオで、ラジオトークっていうのを聞いたりするんですけども、うん、そこでね、フォックストロットさんっていう方が、日本ハムのファンの方がいらっしゃって、今回のトレードのことも話してらっしゃったんですけども、ジャイアンツはいい補強ができたんだと思うって言ってました。うんうん、確かに現在、リリーフはとても弱いんですよね。そこの補強、まあもうこういう駆け込みトレードっていうこともあって、なんだろうな、弱点を皆様にご披露するような格好になってしまったかもしれませんが、うん、まあまあ、目に見えてね、リリーフ弱いでしょって感じもあったのでね、これ。交流戦の時もそういうところは見えたんですか？見えました、見えました。ああ、そうですか。うん。あ、交流戦ですか。うん、交流戦そうですね。交流戦もそうでした。確かに、クローザー今やってる中川っていうのは、はいはいはい、一生懸命やってると思うんです。うん、けど、3人でピシャリって抑えたことは、まあ、記憶にないですね。中ってつくとね。何ですか。うちの中崎と同じです。ああ。これはね、中川浩太が決して、具合が悪いとかそういうことじゃなくてですね。スライダーが曲がりすぎてキャッチャー取れないとかね。そう。当たりどころが悪くて、なんだろうな、野手のいないところに、打ち取っただけで抜けていったりとか、そういう雰囲気もあって、のもあるんですけどね。あと、もうすでに30数試合超えて投げてると思うんです。よく僕は山口哲也と中川浩太を比べて喋ることも多いんですけども、登板方がちょっと見えてきたような気もするのでね、この鍵谷選手、藤岡選手、あるいは新外国人でデラローサっていう選手を取りました。この選手もリリーフとして起用する予定、7回か8回という話を聞いたこともありますので、こういったリリーフを分厚くできたらいいかなというふうに思ってます。あと交流戦終了直前ぐらいに大江流星というのも一軍に合流しましたね。これは何年目だっけ？ 3 年目だっけ？ 4 年目だっけな。大江って確かそのカープキャストの注目選手に挙げてらっしゃいましたよね。あ、挙げてましたね。挙げてたと思います。挙げてます、挙げてます。はい。大江と坂本って書いてはい。オープン戦でね、大江も坂本もリリーフで頑張ってたんですけども、大江の方は開幕直前に2軍に落とされちゃったんですね。で、坂本っていうのは開幕戦には1軍にいたんですけども、1週間ぐらいで落ちたかな。で、坂本浩輝の方は、今回フレッシュオールスターにも選ばれてるはずなんですよね。まあ、今年支配下になったばかりの、育成上がりの選手ではあるんですけどね。まあ、あと、大江流星は、何年目だっけな、3年目だったか4年目だったか、サウスポーです。二松学舎出身だから。3年目ですね。3年目ですか。うん。鈴木誠也の後輩ですよね。そうですね、小学生。そうです、そうです。ね。ちょっと期待してみてたいな、というふうに思ってます。はい。つらつらと喋って、僕はピッチャーの話しましたね。バッターの話はまだしてませんね。あ、そうですね。一個だけ聞いてもいいですかね。あ、聞いてください。日曜日の、ピッチャーのベンチ入りを見たら、はい。大竹寛っていう名前が。はい。大竹は結構期待されてるんですね。カンちゃんいいっすよ。カンちゃん。
あ、本当？うん、久しぶり見たら。それは、うん、先発では使わないと思います。リリーフで。中継ぎなんですか、今。はい、中継ぎでね、5回、6回ぐらい、先発が崩れた、ちょっと後ぐらいに多分、投げる仕事になってくると思いますが、低めのストレート、シュートボールともに、とてもよく非常に見えました。大竹対一岡みたいなの見えるかもしれないですね。ありえます。ねえ、面白いな、そしたら。うん。ありえます、あります。はい。FA で来た大竹寛選手、なかなかジャイアンツでは数字も伸びずですね、うん、ジャイアンツファンからは結構ブーイングの対象になってた、うん、で久しぶりに見たこの間のホークス戦、うん、しっかりいい仕事してました。あ、そうですか、うん、僕ラロッカさんがカープキャストに入った直後か直前かぐらいにですね、カープキャストにメールしたことがありまして、大竹寛選手をリリーフで使ったらどう思いますっていうようなメールを送ったことがあるんですよ。あ、だからその時には、うん、あの人、佐藤竹丸さんがいらっしゃったから、ラロッカさんはまだいないですね。で、確か大竹寛の成績を紐解いていくとですね、うん、結構若いうちに、やってるんです。抑えやってます。一回。そうですよね。20セーブぐらいしてたような気がして、新人の時はね、そうなんです、そうですよね、そう、そういう経歴があるはずなんですけど、覚えてらっしゃいますか、うん、って聞いたら、ちょっと記憶にございませんとか言われて、そうなんですよね。で、今現在、多分おそらく大竹寛にしてみたら、FA で来て数年経ちました、おそらく本人としても、剣が峰の気持ちで今年、今シーズン、臨んでると思うんですけども、うん。うん、ね、うん、その交流戦の後半のあのピッチングができるようであれば、首はないだろうというふうに思ってます。うん、まあ、確かにちょっと出てった時はね、うん、クソと思いましたけど、はいはいはい、ここま でなんか出てこないと、何やってんだろうなと思ってたんで、ちょっと嬉しいなって気持ちもありますね。そうですよね、なかなか二軍の冷たい飯をずっと食べててきた大竹寛さん、やっとこさ活躍の場が見えてきたのかななんていうふうに思ってます。うん、よかったです。バッターですよね。バッター、巨人のバッター、はい、そうですよね。今現在もうすぐ7月になりますけれども、4月と5月と6月とではセカンドのレギュラーは毎月違うんですよ。え？セカンドのレギュラー。3、4月は吉川直樹、5月はおおよそ山本がやってたような印象があります。で、6月は、若林という選手が、うん、定着してやってます。どちらか、一面とか見ると若林って言ってる日があったんで、その、うん、噂ではすごいいいやつが出てきたみたいには思ってました。すごいやつ？うん、一時ね、交流戦の首位打者も噂されるぐらい、いい活躍はしてたんですけども、うん、うん、まあまあ、ラッキーボーイですよ、要は。あ、うん、そうですね、うん。で、まあこの調子がずっと続けばいいんですけど、そうもいかんだろうとは思ってますね。うん、で、どうもこう、ジャイアンツの打つ方の外国人ですよね。ビアヌエバやゲレーロが、どうもなかなか調子が上がってこんぞと。いうことであるのであれば、マルチネスをもう一回上げてもいいのかな、なんていうふうに思ってますね。そうですね。あとは、そうね、打つ方、坂本ね、坂本が一時三冠も狙えるんじゃないかぐらい噂されたこともありましたが、現在は低調で、やっと3割乗ってる。ああ、本当だ。あ、そうなんですね。うん、あ、これって一回3割落ちたんですか？落ちました、落ちました。2割9分ぐらいまで落ちましたね。そういうこともまあまあ、多分、バテもあると思います。もう開幕前、オープン戦ぐらいから結構飛ばしてましたからね。
キャプテンですよね、確かに。キャプテンです、うんうん。で、坂本キャプテンになってからまだ1回も優勝したことないんですよね。ああ、そっか。うん。で、うん、そうですね、春先のインタビューでもずっとね、言うんです。僕はキャプテンになってから優勝してないから、なんだとか言うんですよね。うん。で、張り切りすぎもあると思います。去年の今頃ね、ちょうどこう、脇腹を痛めて1ヶ月欠場したこともあるんでね、また今年もそのシーズンが来たのかなというふうに。もう坂本が調子悪くて、はい。好調なのはいいんじゃないですか。坂本が調子が悪くて好調。うん、チームとして。チームが好調。チームはね、僕は好調だとは思わないです。あ、そうですか。はい。たまたま交流戦2勝1敗ペースで来て、好調に見えるかもしれませんが、うん。やっぱね、好調ってね、まあ、1回は5連勝かましときたいじゃないですか。あ、2勝1敗、2勝1敗ってやっぱ、どうしてもこう、ふん詰まり感が。贅沢ですかね。いやいや、うん。いや、そういうふうに思っちゃうんです。要は波に乗れてない感がある。ここで一発波に乗っかってるとい、いんですがね、とは思うんですけどね。うん。で、カープさんからいただいた、丸選手はとても好調で。みたいですよね。うん。いい活躍してくれてます。うん、本当に去年は9月に失速しましたから。丸選手ですか？あ、そうですか。気をつけてください。多分ね、失速しないと思います。多分。うんうん、去年は、ね、ホームランをちょっと狙いにかかっちゃったんですよ。ああ、なるほど。40近く行きましたもんね、確かに。DNA の外とね。はい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 。で、その影響でずっと日本シリーズまで追い引いちゃったっていうね。ああ、なるほど。あるので。多分今年はそういう気がなさそうなんで、うん、大丈夫。はいはい、うん。そうですね。丸選手、そうですね。この間のソフトバンク戦でも見たですけども、東京ドームでやったので、ソフトバンクの外国人のデスパイネが、DH がなかったのでレフト守ってたんですよ。はいはいはい。うん。で、まあ、不慣れなレフトを守ってるので、レフト前のポーンとしたセンター前ヒットだったんですけども、躊躇なく二塁まで走って、スパーンと二塁が決めましたね。あの辺の。それ去年の経験ですね。うん、日本シリーズまさしく1戦目、2戦目はね、デスプレイを狙って、はぁ。そうですか。そこからもう、松田球場ではデスパイネを、なんていうの、レストに置かなくなって、代打にしちゃったんですよね。ああ、そうですか。交流戦もそうだし、日本シリーズの最後の方の試合もそうだ、うん、ああ、じゃあそうですね。ま、申し訳ないですけど、日本シリーズ見てなくって。あ、そういうことがあったんですか。すごい経験してたから。へえ。じゃあ、それを生かしてくれて、うん、うん、やってくれましたね。あ、そうでしたか。へえ。なかなか、とても頭脳的なバッティングができる選手だと思ったんですけど。ね、ああ、そうですか。チーム方針であったんですね。そういう対策でね。対ソフトバンクホークス戦にね。ああ、なるほど。まあ、いうことで、坂本が調子が悪いのと、岡本がもうちょっと、打てればいいかなというのと、打つ方の外国人があまり調子が良くないということで、打撃がどうなのかなとは思うんですけども、まあまあ、この、なんとかかんとか頑張って優勝してもらえれば、3年連続セリーグ MVP 丸選手になるのかななんていうふうに。ヒューダーマータン。そうしたいな。うん、なんてね、うん、いうようなことを思ってたりもするんです、はい。あと、どうだろうな、こんなこと言うと、また変なこと言ってと思われるかもしれないですけども、ちょっとね、ほぼ半分妄想みたいなことなんですけども、うん、菅野クローザーでも面白いのかなって思うんですよね。うん、僕は平成元年からおおよそ30年ぐらいジャイアンツファンになったんですけども、うん、桑田、牧原、木田康夫、上原浩二、高橋久典、川原淳一、沢村博一と、
先発やってて、のっちにクローザー、あるいはシーズン限定でクローザーみたいなことをやってたジャイアンツのエース、あるいはエースに近いポジションだった人って結構いっぱいいるんですよ。うん、今シーズンだけでもね、うん、オールスター明けからでもね、ちょっとやってみたらどうなるかって。菅野の悪い時って初回に崩れません。そうですよね。ただ、おそらく、長い回を投げるつもりでの初回だと思うんですよ。そうですよね。うん。1イニング限定だと思ったらそうじゃないんじゃないのかな、なんていうふうに思ったりもするんですよね。そうそう。沢村菅野とか次やるんですよ。え？沢村菅野とか連続できたら次やだなと言います。これはね、本当に今シーズンだけでいいので、ちょっとやってみても面白くないかななんていうふうに思ったりもするんですよね。それで前足りるんですか？前ね、そうですよね。で、今現在で言うと、金曜日がメルセデスでしょ。で、土曜日はヤング、山口で、山口俊ですね。ベイスターズさんが招待しました。山口さんがいらっしゃって。で、日本は、日曜日が、現在菅野です。で、はい、火曜日が今村で、水曜日が、先週は高田が投げたのかな。で、木曜日が桜井という格好になっています。で、菅野もしスクローザーに回すのであれば、開幕当初からローテーションに入ってた高橋祐希なんかを入れてみても回るのかな。あるいは、そうですね、外国人がいっぱいいっぱいなので、なかなか大変かもしれませんが、ヤングマンのね、調整がしっかりできたら、ヤングマン戻してみてもいいのかな、なんていうふうな。とりあえず、先発、野上もできるし。ね。そう。先発で困ることは、ないかな、なんていうふうには思ったりもするんですけどね。岩熊は全然なんですか？岩熊は、全然な感じですね。はい。あ、とりあえず、3球団の話できまして。はい。一応、前回お話しいただいたタイガースファンの方のお話もちょっとさせてもらって。ということで、あとは、ヤクルトの中日ですよね。お三人、お二人さんで、こう、例えば、ヤクルトでなんか思われることはありますか？ラロッカさん、なんかありますか？ヤクルトですか。まあ、でも、スタメンはやっぱ怖いんですよね。今は山田哲人、青木宣親、バレンティン、村上宗隆、はい、で5番とちょっと中村翔太っていうのは分かんないですけど、で6番が中村悠平、7番宮本丈、だからあれ誰が抜けたんだ、坂口がいないのか。だから坂口ってデッドボールかなんかで骨折したんでしたっけ？1回離脱してね、入ってきてたんですけど、またいなくなっちゃって、雄平も入っちゃうんですよね、そういえばね。ああ、なるほど。高橋と雄平が今いない、日曜日のスタメンで見ると、先週の。はい。いないんで、まあ、山田、青木、バレンティン、村上さえ抑えればって感じでは今あるんですかね。なるほどね。まだ交流戦苦労してましたからね、やっぱりね。そうですね。フミヤさんどうですか？ヤクルトの印象は。ああ、そうですね。まあ、ここも、打つしかないチームなんで。そうですね。打ち勝てればいいかなっていうあれですよね。あと、ヤクルトね。そうですね。まあ、ヤクルトはちょっと西浦っていう天敵がいるんでね。ちょっとそこは気をつけたいですよね。ショート西浦でしょ？はい。いいとこで大きく打つんだよな、この人はね。そうなんですよ。巨人もよくやられますし。そう。ここさえ抑えとけばそんなに大怪我しないかなと思ってますね。なるほどね。今入ってないですよね。あ、ごめんなさい。あ、今入ってないですか、西浦。スタメンと控え見たけど入ってない。ああ、元ジャイアンツの奥村くんがいますね。そうですね。これは相川の人的故障で行った選手ですよ。そうそうそう。今、相川選手は、バッテリーコーチとして今ベンチにいますね、巨人はね。
じゃあ、続いて中日行ってみますか。中日。うん。一応、高橋周平が確定していいのかな。そうですね。うん。中日はね、とりあえずカープに関して言うと、名古屋ドームであまり勝ってないんですよね、とにかく。ああ、そうですか。なんか、ずいぶん前からそんなこと言ってた。そう、まあ、一時はね、本当に1勝9敗とかで、それは多少改善はしてきたんですけど。なるほど。うん。うん、まあ、そうだな。なんかね、うん、高橋周平にも大変ですけどね、福田とかね、あれだな。うん、亀沢とかね、分かる、はいはいはい、藤井敦史とかね、はいはいはい、なんかね、変な伏兵みたいのが代々出てきて打たれたりとかね、うん、あまりいい、うんうん、福田っていうのは外野守ってるんですか。福田、レフトみたいですね。うん、そう、ファーストかサードのイメージだったんですけど、外野やってるんですね。そう、福田選手も巨人戦をめっちゃ打つんですよね。そう、あと、あ、そうだ、ラロッカさんとフミヤさんは、はい、僕ら会話はよく野球自体を入り口にポッドキャストに入ってくるんですけど、お二人は違いますか。あ、僕は完全にカープキャストからですね。カープキャストからですか。リスナーでずっとメール送ってたら、うん、出ませんかって話になって、うん、今出てるみたいな感じ。なるほどなるほど。全く野球自体は全く知りませんでした、僕は。なるほど。フミヤさんはどうですか。僕は野球自体はちょこちょこですね、たまに投稿してましたね、うん、ですか、はいはいはい、はい、野球自体ではですね、アマチュアからプロになった選手をすごくアマチュア時代から推してる選手がいっぱいいるんですけど、数人いるんですけども、カープで言うと堂林はそうですよ。だからうちドーベースファンが多いのか。かな、だと思います。あと、西武の、大石とかね。うん。期待はしてんのに、なかなか目が出ないよねっていう選手なんですけど、高橋周平もその一人でして。これがやっとこさ、覚醒ですよね。ですね。多分、タンズの方というか、野球自体リストの方は、喜んでる方、多くいらっしゃると思います。うん、で、高橋周平と大島洋平が、打撃3部門の1位と3位なんですね。うん。結構打ちは、打ちませという感じなのかな。ビシエドも7位ですからね。ああ、そうかそうか。そうですね。まあ、ヤクルトにしても中日にしても、あとはピッチャーというような印象でしょうかね。そうね。抑えが弱いの。中日は。中日は抑え。鈴木。一時そうですよね、鈴木博士が。ってね、いうふうにやってたと思うんですけど、うん、最近は違うのかな。長いこと交流戦やってて、僕も巨人戦しか見ないもんですから。そうなんですよ。僕分かんない。分かんないんですけどね。そうですね。うん、こうやって後半の展望とか、セリーグの座談会とかみたいなことを企画しようと思うとですね、中日ファンの人っていうのはなかなか捕まえづらくって。僕にポッドキャストのやり方を教えてくれた400ちゃんも今シーズンはあまし野球見てないとか言うもんですから、中日ファンの方なんですけどね。松坂もまだ投げてないんでしょう、きっとね。うん、松坂まだですね。ねえ。ということで、まあ中日、まあでも、なんとなく昔からそうなんですけど、中日には不気味感を感じてるんですよね。ヘッドコーチが、さんでしょ、そうですね。キャッチャーの。はいはいはい。相当不気味だなって思ってますね。そうですね。あとはだから、さっきの、ヤクルトに戻ると、カープから行った石井拓郎と川田コーチっていう、はい、サードコーチャーなんですけどね。はいはいはい、はい、まあ。この人の2人のおかげでカープを優勝したと思っているんで、2人の存在も僕は結構不気味ではあります。なるほどね。はい。ということで、こんな感じでしょうかね。はい。一応、6球は全部喋りましたかね。あんまりヤクルトと中日は、浅かったですかね。まあ、これはしょうがない。交流戦の間も見ないですもんね。見ないんですよ。本当に、普段からすると、若林、もう本当怖いですよ。あ、そうですか。
フミヤさんは若林選手のお父さんとか知ってます？いや、知らないです。知らないですよね。はい、太陽の選手だったんですって。あの若林なのかな、じゃあ。わかんないけど、ずいぶん前の選手だった。ずいぶん、はいはい。そういう選手がいたのは。ああ、はい。プロ通算ホームラン1本だったんですけど、先日若林選手は2本目のホームラン打って、お父さんが親子でしたね。そう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 。うん。はい。まあ、どうでしょう。とりあえず、こう、まとめもできてませんけども、こんな感じで、セリグ展望ということで、喋ってみ、見たよということで、言ってみたいと思うんですけども、言い漏らしとなんか、お二人ありますか？まあ、一応、だから、僕はB クラスでもいいかなって言ったんですけど、そうですね。はい。小宮さんは何を狙ってるのかなって思う。ああ、なるほど、なるほど。うんうん。ジャイアンツはもう優勝ですよ。狙うわ。そうです。はい。小宮さん、ベイスターズはいかがですか？あ、もちろん優勝ですよ。おー、優勝ね。はい、うん、はい。ですよね。そうですよね。とりあえず、ふみや、ラロッカさんは、うん、3連覇中のカープではありますが、今年は優勝はっていう話だったので、ね、これは拾っとかないとと思います。ただね、はい、優勝し、毎年言ってるんでね、うん、当たらないんですよ、これ、うんね。っていうのはありますけどね。何かがいいみたいな。ということです。はい。はい、ですね。実は僕、数週間前に、うん、時間がちょっと、暇な時間がありまして、うん、Facebook のフォロワーの人に5名、Twitter にフォロワーの人に5名にですね、うん、僕ラジオやってるから聞いて、つってみんなに送ったんですよ、うん。5人チョイスして。で、とある人が返信をくれましてですね、うん。うん、これはね、広島カープのファンの方です。あら、はいはい。実はこれは女性なんですけども。あら、珍しい。うん。僕の中学校、高校の同級生なんです。ああ。うん。で、このメール、匿名ってして読んでいい？って言って OK もらってるんですけども。はい。うん。匿名っていうのもなんか、もっちゃりしてるので。うん。ペンネーム勝手に僕は彼女につけて、クミンとします。はい。クミンちゃんからですね。クミンちゃん。はい。はい。メールを頂戴しておりましてと。メール、まあ僕が送ったから返してくれたんですけども、要はですね、うん、僕が、ポッドキャストで、ミドル巨人くんっていうのと、ベースボールカフェ期間中制っていうのをやってますよと。うん、うん。可能であれば、ぜひ聞いてねっていうようなやつを送ったんです。そしたらね、お久しぶりで、お久しぶりと、お元気そうで何よりですと。ポッドキャストって、ポッドキャストで番組ってすごいねって言ってもらってますね。で、この方は iPhone 使ってるので、ポッドキャスト入ってるわけですよ。でも、カープファンってこともあって、他のチーム、他の11球団というのは全くわかんないんだけど、僕はご利用しして聞いてあげるよってことになりました。はい。うん。で、なんじゃかんじゃありましてですね、率直な感想ということで、ミドル巨人くんは巨人に詳しくないド素人の私にはマニアックすぎてちょっとわかりにくいと言ってます。キャン中制の方は、他球団の話も聞けるけど、これもなかなか野球マニア向けですねっていう書いてますね。私なんかカープ以外はセリーグ他球団なんで、なんとなくわかるぐらいだから、ほとんど基本的にわかんないですよねっていう話ですわ。でもね、ポッドキャストを知らない女の子にですね、うん、カープファンだったらカープキャストっていうのあるから聞いてごらんって言ったんですよ。うん。うん、そしたらね、彼女はね、このポッドキャストというアプリを知ったと同時にカープキャストを知ったみたいで。おう。うん。カープしか知らない彼女はですね、内容をとても理解できると。うん。とても面白かったよっていう意見を頂戴しておりますのでね。うん。ありがとうございます。こんな、カープファンの方から。いや、ほんとね、反応がね、うん、見えないんですよね、ポッドキャストってやってると、なかなか。そうですね。そういうのがすごく嬉しいですね。あー、どうですか？うん。はいはいはい。うん。そうだそうだ。それでですね、ラロッカさん以前ですね、はい。ポッドキャスト内で、ペップさん？ベップさん？あ、ペップさん。
ペップさん。はいはいはい。ペップさんという方をこう、登場させて、うん、確か彼は阪神ファンだったと聞いてるんですけども、もともと映画系のポッドキャストされてる方ですよね。基本的には映画系のポッドキャストの、はい、シネマクティブっていうポッドキャストと、追シネってポッドキャストのメインでやってらっしゃる方。シネマクティフ。シネマクティフ。です、です、です。シネマ。まあ、シネマクティフってね、うん。と、もう一個言われましたね。追シネ。追シネ？ツイッターで映画の感想を言うっていうのがメインになってるので、追シネ。ツイシネの方はツイキャスかなんかですか、ソフトで。どっちもポッドキャストですよ。ポッドキャスト。うん、ポッドキャスト。そうですか。わかりました。はい。これを聞いたのはですね、うん、この番組に2回出てくださった、琵琶湖ひこぬんさんがですね、はいはい、映画系のポッドキャストはよく聞いててみたいな話をされてたので、うん、これをちょっとおすすめしてみようかなっていうのが1個と、あ、うん、僕も、テップさんとこうつながりができれば、もっとダイナミックに、ポッドキャストができるかなっていうふうに思ったので、とりあえずまず聞くとこからだろうなと思ったので、はい。はい。じゃあこれをちょっと、この2つの番組を聞いてみたいというふうに思います。はい、はい。はい。ということで、ザボ、ラロッカ、フミヤとですね、本日初対面の3人が、ですね。嬉しい恥ずかしの、初対面でやってみたんですけども、どうだったでしょうかね。フミヤさん、どうだったですかね。そうですね。まあちょっと、どんな感じで喋ればいいのかなっていうのが、うん、探り探りだったので、あんまり探り探りな、はい、うん、喋れず申し訳なかったかなと思いますけど。はい、ラロッカさんいかがでしたでしょうかね。すごく楽しかったです。楽しかった。カープキャストだと、途中で結構遮られちゃうんでね、僕が言おうとして。ああ、そうですか。今日は非常に本当に申し訳なかったですけど、非常に楽しく喋らさせていただきました。ああ、よかった。とりあえず直近のカープキャストがなかなか仁義なきな感じだったので、ね、ハピネスに今日は喋れたらいいかなと思って。そうなんです。うん。もうね、ビッグパスなんて言おうものなって感じなんでね。あかんですわって言われちゃうんでね。はい、うん、はい、ということでですね、実はこの6月で一旦ですね、閉めて7、8、9と僕は夏休みをもらおうと思ってるんですよ、ベースボール各キャン中戦に関しては。はい。で、中には勘違いしてやめちゃうんじゃないかって思われてる方もいらっしゃるかもしれないですけども、要は7、8、9サボるだけです。やんないだけで10月から復活しますから。うん、次回配信、今週の土曜日にハマースキーちゃんと喋るんですけども、10月以降の考えているプランとかも話しますんでね。はいはいはい、はい、なので決してやめるわけじゃありません。僕はただサボるだけですので、ご心配なくと10月には戻ってきますので、と、それまでちょっと僕にお暇をやってくださいというようなことでございます。合わせてミドル巨人くんの方はやっていきますので、うん、ミドル巨人くん PC という番組ではジャイアンツキャストなんていう勝手にキャスト系の3番組を真似たようなことをやってたりもするしますので、もしもよろしければ聞いていただけたらなというふうに思います、はい。ジャイアンツキャストの方にはストーンコールドさんゲストというか準レギュラーで出てくださるのでね。うん、はい。ということで、ベースボールカフェキャン中制をしばらくお休みするということで、ゲストに出ませんかというようなお声があれば乗っかってみたいと思いますので、お気軽にお声掛けいただけたらなーなんていうふうに、なるほどなるほど、うん、思ってたりもします。はい、うん、なかなかね、うちだから統一に決まったりすることが多いもんですから、でも、まあ、当日だから今日やりますみたいな、なんて、ああ、はいはい、事前から決まってなかったりするので、でもまあちょっとじゃあ、うん、考えてみようかな。うん、でも当日決めるタイプですと、僕は結構お酒を飲むタイプなので、うん、ロレツが、
変わってない状況になってる可能性もありますが、うん、一応たまに僕が MC で担当させてもらう時があるんで、じゃあその時にぜひぜひ、ああ本当ですか、わかりました、はい、早めにオファーします、あわかりました、はいはい、じゃあまあね、カープキャストね、はい、オファー、出演オファーお待ちしておりますね。はい。はい。フミヤさんもね、ぜひお声掛けいただけたらと思います。はい。僕は、ね、そうですね、はい。うん。何かの機会、はい。何かの機会ね。僕、はい。僕、番組やってないんで、あれですけど、はい。はい。フミヤさんはですね、番組、ポッドキャストで番組をやってなくてもですね、ブログは結構長くやってますよね。そうですね、今書いてるのブログは、うん、いつからやってるのかな、結構そうですね、はい、10年近く書いてますね、はい、フミヤのお出かけ日記、はい、やっぱ最近は、はい、ベイスターズの話しか書いてないですけど、うん、うん、でも、はい、日を明けずほぼ毎日更新ですか、すごい、いや、そうでもないです、見に行った時だけなんで、うん、でも福岡旅行とか書いてますよ、あー、そうですね、この間ちょっと、はい、こういうね、うん、ついでに見に行った時のついでに、はい、プラプラしたので、はい、はい、はい、僕これブックマークしてですね、たまに読ませてもらったりするんですが、ありがとうございます、フミヤさんって年何回ぐらい球場見に行かれるんですか、50ぐらいですかね、50、はい、50すごいな僕恥ずかしながらまだ公式戦は1回も野球場で見たことないんですよ、ああ、そうなんですか。そう。え？オープン戦1回と2軍の試合1回しか見たことないんですよ。あ、今までってことですか？今まで。野球場で見たことない。うん、そう。そうなんだから、とっても羨ましいなと思ってるんですね。あ、じゃあ、はい、明日、明後日、明後日も行かれるんですか？28、29、30。ああ、知ったはいかないですけど、28、29は行きます。おー、よろしくお願いします、いやいや、広島カップと同じで。あ、そうか、交流戦だけ一発目ですね。そうなんです。なるほど、なるほど、うん。はい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 。じゃあ、ここの、ベイスターズ対カープのマッチアップが、ね。ね。そうですね、いきなり、はい。交流戦明けの通常運行第1試合目ですね。セ・リーグはこの1試合だけですもんね。あ、明日そうそうです。セリーグは1試合だけなんです。あ、本当だ、本当だ。大瀬良、今永と。ですね。両エースの投げ合いですよ。それは見物ですよね。出してもよかったのにな。なんじゃあ、ふみやさんは、今日はここからの写真また楽しみに待ってますね。はい、はい。はい。ね、Facebook でいつもふみやさんは、今日はここからっていう写真を出してください。うん。まあ、いつも同じところなんですけどね。で、ビールとね、一緒にね。そうです。はい。じゃあ、これは楽しみということでですね。途中ね、ネットが切れてしまって、うん。うん。ご迷惑をおかけしましたけども、うん、多分、なんとか繋がると思いますので、うん。ちゃんと繋げてですね、編集もしないといけないから土曜日のアップになると思いますのでね。アップした際にまた聞いてやってください。あ、はい。はい、楽しみにしております。はい。ということで、1時間以上喋りましたかね。おー。で、もう11時になりますね。はい、うん。うん。ということで、今日はこの辺にしときましょうか。はい。ね。はい。また、ラロッカさんもフミヤさんも、10月以降に、お声掛けさせてもらいますので、こっちの方にもぜひ出てやってください。はい。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。では、一旦、はい、録音を止めたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。